狭い部屋で煙くゆらして、男4人で語り合ったりなんかして、家族4人を家に置いたままで、気ままに生きるように真剣に生きる。離陸を書くたび確かに近づく、今までとは違う明日に火がつく。ちらつく顔に愛を込めて蓋をする。ラッパーは葉っぱばっか吸ってるわけじゃねえ。思いを込めて言葉を歌にする。俺色に染めた人生を歌にする。無駄にすることもできるがしないしつこく、人生を変えてこそヒップホップ。後で見たら眩しくなる過去、色を足すなら今しかない今日。漫画のような生き方をやめて、映画のように生き様で語れ。これは映画みたいなもんだろう。お前とのあの日が俺になって、これは映画みたいなもんだろう。この瞬間が俺らの名場面。アクション。苦い思いも俺にとっちゃ甘い蜜、辛い思いも俺にとっちゃ重くない。脆くない心はストリートでもらった。ブレない愛なら家族からもらった。揺れない意志から紅の桜咲かせてみせる仲間と共にな。ヒップホップを知ったらどうなるか見とけ。ゴロつきの音好きが悪をやめてラッパー。まだ見ぬ世界に鼓動が鳴る。どうしようもないことをどうにかする。近道のつもりが来た道逆戻り。こだわりがあるから意見ならお断り。小回りの人生を駒送りで見るより、遠回りの人生歩く道が醍醐味。聞きてえラップを聞かせてやる、待ってろ。生きてく雑草枯れちまう前に。これは映画みたいなもんだろう。お前とのあの日が俺になって。アクション。